どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント新キャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。ということで、ヒルトンホテルね利用ある方はですね、今回のキャンペーンで最大ねベースポイントが3倍になるっていうキャンペーンになっておりますんで、ヒルトンホテルね利用予定のある方はですね、結構ねお得になるかなっていうふうに思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。それでは早速ねキャンペーンの詳細ね行きたいなというふうに思うわけなんですけども、ご旅行をもっとお得に最大3倍のポイントをご滞在ごとに獲得ということで、キャンペーン期間はですね、2021年の5月の3日から2021年9月の6日までっていうふうになっております。でですね、このキャンペーンはエントリー必須というふうになりますんで、公式サイトね概要欄に載せておきますので、確実にねエントリーしていただきたいなっていうふうに思っております。でですね、今回のキャンペーンの特典なんですけども、1泊から2泊の場合は2倍ポイント、3泊以上の場合はですね3倍のポイントがね付与されるっていうふうになっております。でですね、キャンペーンの対象のポイントについてはですね、ベースポイントのみというふうになっておりますので、この点はね後で解説させていただきたいなというふうに思っております。またですね、今回のボーナスポイントのね上限はなしっていうふうになっておりますので、宿泊すればするほどですねポイントがもらえるっていった形になっております。またですね、ボーナスポイントの付与時期に関しては、滞在後6週間から8週間後にね付与されるっていうふうになっておりまして、このキャンペーンはですねポイントを利用した特典滞在時でもキャンペーン対象っていうふうになっております。それではまずね、今回のキャンペーンなんですけども、エントリーが必須っていうふうになっておりますので、確実にねエントリーねしていただきたいなっていうふうに思っております。またですね、キャンペーンの滞在完了がですね9月6日までっていうふうになっておりますので、チェックアウトはですね9月6日を過ぎてしまうとですね、こちらのキャンペーンね対象外っていうふうになってしまいますので、この点はね注意していただきたいなっていうふうに思っております。それでは次に、今回のねキャンペーンのもらえるボーナスポイントについてなんですけども、こちらの対象のポイントはですね、ベースポイントが2倍3倍っていうふうにねもらえるキャンペーンっていうふうになっておりますので、ヒルトンホテルにですね宿泊した際にですねポイントねもらえるっていうふうになるわけなんですけども、全てのポイントが2倍3倍ねなるわけではないっていった形になりますので、この点はね注意していただきたいなっていうふうに思っております。ではですね、このキャンペーンのね対象であるベースポイントって何ですかっていう話なんですけども、このベースポイントっていうのはですね、対象となる客室の支払い金額1ドルにつき10ポイントがねもらえるっていうふうになっておりまして、これがベースポイントっていうふうになってるんですよね。でこの対象となる客室の支払い金額っていうのはですね、ヒルトンホテルに滞在した場合に客室料金とその他ね部屋付けにした料金で、こちらについてはですねルームサービスを含むっていう風になっておりまして、これがですね1ドルごとに10ベースポイントがね獲得することができるっていった形になってるんですよね。ヒルトンホテルにね宿泊した際にねもらえるポイントっていうのはですね、ベースポイントをね含んでその他のねボーナスポイントも含まれてね付与されるっていう風になりますんで、今回のキャンペーンのね対象になるっていうのはベースポイントのみっていう風になりますんで、この点をね注意していただきたいなっていう風に思っております。それではね、実際のヒルトンホテルの支払いと獲得ポイントをね解説していきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、ヒルトンホテルの滞在時にねもらえるポイントっていうのはですね、本当にですね計算が合わないことが多くてですね、以前ねヒルトンダイヤモンド収容の時にもですねお話しさせていただいたわけなんですけども、再計算してもですね当たった試しはねないっていった形になるんですよね。ですので一応ね解説させていただきますけども、参考程度にね聞いていただきたいなっていうふうに思っております。私自身ですね何度もね計算させていただいたんですけども、ちょっとね合わないんですよね。ですのでこの点はねご了承いただいた上でですね見ていただきたいなっていうふうに思っております。でですね、こちらは昨年ね宿泊させていただいたダブルツリーバイヒルトン那覇にね宿泊した際の領収書っていうふうになっているわけなんですけども、ちょっとね GoTo トラベルが入っていて分かりづらいかなっていうふうに思うわけなんですけども、部屋代がですね4458円プラス2400円、税金がですね
2084円プラス583円ということで、あとねプラス1円がされておりまして、合計ね8526円のね請求っていった形になってたんですよね。でヒルトンのねこのベースポイントっていうのは客室料金とその他部屋付けにした料金っていう風になりますんで、このね税金を除くとですね6858円っていう風になるんですよね。でこちらね宿泊した日がですね2020年の11月の4日から5日っていう風になりますんで、11月5日のですねドル円のレートで計算すると103.29円っていう風になっておりますんで、対象の金額が6858円ということで、こちらねドル換算にすると 66.58 ドルっていう風になりますんで、ベースポイントに関してはですね1ドルごとに10ポイントっていう風になりますんで、本来ですね660ポイントがね獲得することができるっていった形になってるんですよね。でですね実際に付与された画像がねこちらっていう風になっておりまして、まあ、なぜかね749ベースポイントねもらえてるっていう風になるわけなんですけども、まあ、なんでねプラスされているのかちょっと私にもねわからない部分ではあるわけなんですけども、まあ、今回のねキャンペーンで注意していただきたいのはベースポイントに対してですね2倍3倍っていう風になりますんで、もしねこの請求がキャンペーン対象のね日時であれば、この660ポイントに対してですね2倍3倍になるっていった形になるんですよね。ヒルトンホテルの場合はですねステータスによってねボーナスポイントとかねもらえるっていう風になるわけなんですけども、ここら辺のポイントに関してはですね2倍とか3倍とかにですねならないっていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンホテルの新キャンペーンね解説させていただいたわけなんですけども、キャンペーン自体はですね2021年の5月の3日からね開始になるという風になりますんで、今ね2021年の4月の下旬という風になっておりますんで、このキャンペーンねまだ始まってないんですよね。ですので今すぐですねこのキャンペーンね宿泊してもですねキャンペーン対象っていう風にはなりませんので、これでもね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。またですね今回のキャンペーンはですねヒルトン公式サイトから予約した分のみですね対象っていった形になりますんで、外部サイトから予約した場合はですねキャンペーン対象にならないっていった形になりますんで、この点もね覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。またですねこの内容はですね私の動画のコミュニティ欄でね発信させていただいたわけなんですけども、アメリカンエクスプレスのねクレジットカードを保有されている方はですね5月23日までの間にですね4万円利用すると1万2000円ねキャッシュバックされるっていうねキャンペーンオファーもですねアメリカンエクスプレスのクレジットカードからね来ているっていう風になりますんで、保有されている方はですねぜひねチェックしてみていただきたいなというふうに思っております。ちょっとねこちらは先着2万名というふうになりまして、もうね1週間前ぐらいねこちら始まったキャンペーンオファーというふうになりますんで、もしかしたらですねもう先着ね達成しているかもしれませんので、一応ね保有されていてエントリーねされてない方は一応ねチェックしてみていただきたいなというふうに思っております。こちらのねアメックスのキャンペーンね併用できるのであればですね、今回のねヒルトンのキャンペーンもですねかなりねお得に利用できるのではないのかなというふうに思っておりますので、ぜひねチェックしてみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。